はいどうもファンネルです。アーマードコア6ファイアーズオブルビコン続きをやっていきたいと思います。では、2週目ですね。いよいよ入っていきたいと思うんですが、まあ、一旦、まあ、情報の整理としまして、私リプレイミッションの方で1週目の方の、ミッション全部ランク S 取得しました。まあまあまあね、この辺はなんだっけ、まあ、トロコンのためみたいなところもあるんだけど、確かまあオール S 取るとあれアイテムだっけ、なんかはもらえると思うんだけど、まあそれはね動画でちょっと残らないとは思うんだけど、オール S にするところはね、まあ結局は3周目終わった後で、まあさらに、このリプレイミッションやって S 取るつもりなので、はい、ということで補足情報としました。じゃあやっていきたいと思いますんで、まあちょっとネットで調べたんだけど、なんだっけ、多重ダム襲撃、こちらでどうやら2周目なんか、分岐点がまず発生するらしいんで、まあ、そこをちゃんと分岐点、最初にやってない方向に進んで、というかなんか提案持ちかけられるのかな、でそっちを受諾すれば、どうやら今後変わっていくらしいので、まあ、やっていきたいと思います。で、まあ、もちろんね1回ほとんどやったことあるやつなので、もうほぼタイムアタックモードみたいな感じで進めていきたいと思います。ではまず、移設型砲台破壊ですね。こちらやっていきましょう。で、まあ一回やってるんでごめん。ちょっとブリーフィングとかスキップしますね。なので、多重ダム襲撃とかもしかしたらブリーフィング見ると何か説明変わるかもしれないので、まあまあまあ見ていこうと思うんだけど、で、機体の方は基本最初は、どうすかね、なんだっけ、まあバンバン進めていきたいので、まあ逆足、まあ速い、軽量逆足でもいいんだけど、でも待ってね、まあ問題があって、こっちでいいや。ちょっとこいつ行きます。よし、じゃあ出撃です。ちょっと、はい、スキップしますね。ここからは時間との勝負じゃないですけど、なるべくチャプター1は攻めて終わらせたいなと思ってるんで、できればチャプター2、終わる海越えぐらいまでやりたいんだけど、雑魚的にガン無視しますんで、よいしょよいしょ。左手何持ってたっけ、左手もマシンガン持ってたんだっけかな、よいしょ、よっドン、よっ、そっか正面はダメなんだ、ちょっと待ってね、よっていやれてない？やったよね。よいしょ。なるべくなら、でかいのを使いたくないんだが。了解。で、実際はログハントプログラムとかも発生するんで、まあその辺はリプレイミッションの時にやっちゃおうかなと思ってるんだけど、よっ。よっ。ミスった。ちょっと待ってね。やったか？オッケーだね。了解でーす。最後のところが結構厄介だったはずなんだ。やる。よいしょ。倒せてない。了解。いけこんな感じでね、ちょっと気抜くとやられますんで。ドーン。外してる。よいしょ、やった、砲台だけを狙う、砲台だけを狙って、1周目ねこんなことできなかったからね、正直。よいしょ、背中がガラ空きですと。目標砲台の前期破壊を確認した。よっ、621、 OK だね、仕事終わりだ、起動しろ、帰りまーす。ちょっと一回スタッカー状態になっちゃったけど、さあガンガン進めていきましょう。目標はねやっぱ5分以内には進めていきたいんだけど、あ、そっか、メッセージ書かあんのか、ないわ、よし、まだエアも出てこないもんね。じゃあ次パンマンいきましょう。リプレイじゃねえや、ミッションでグリッド135相当、これもこの機体のままでいいな。でもな、これマシンガン、ちょっと待ってね。機体データで、ちょっと、こいつにします。
セブじゃねえ。ノーね。ロード。オッケー。じゃあ、出撃です。身分はオッケー、行きましょう。こいつは両手持ちで、両手持ちというか、両手ハンドガン持ちなので。メインシステム、戦闘モード起動。ミサイル、あれ、これ垂直ミサイルだったか。やっちまったかもしんねえな。ミッション開始だ。ダーゴンの MT 部隊を殲滅しろ。オッケー。多分ヘリが出てくるんで、ヘリが出てきて垂直ミサイルでいいのか当たんのかな、これ。よいしょ、 OK。 よやれてないよね。よいしょ、了解。よよ、リロードが入るよっ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 。あっちもやれてない。だだだだだだだってやりたいんだけど、リロード挟んでますよ。これ多分確かヘリもやんないといけなかったんで、あ、まだあっち生き残ってる。しまってね、逃すと厄介。よし、はい、新たな敵兵を確認した。マジで言ってる？増援のようだな。よよよ、やれていない。 OK ね、じゃあ行きます。時間かかっちゃってんな。よっ、とっつきで行くか。やれていない。 OK、手際悪くて申し訳ありません。んとっつき、あら、射角が取れなかった。 OK、 これで終わりです。敵 MT 部隊の殲滅を確認した。仕事は終わりだ。起動しろ。621起動します。まあ、最初の頃に比べると本当に、なんだろうね、まあリプレイミッションでやってるっていうのもあるんだけど、圧倒的に早いと。でメッセージ入るんだっけか、なしかい。この辺は2周目だから多分もうメッセージカットされてんのかな。じゃあオペレーションでミッション、輸送ヘリ破壊、まずこっちやっちゃいましょう。さあスキップして、これの場合は機体データ、まあ、こいつでいいんだけど、もうちょっと簡単なのないかな。待って、簡単なのっていうか、これでもいいんだよな正直。この軽量機ロードして、あのもちろんこうサクサク進めるつもりではいるんだけど、ちょっとドジってやられることもあると思いますんで、その辺ご了承ください。一応今使おうとしているこの機体は軽量機で紙走行なんですけど、まあといっても8000はあるからな。目的のやつだけをやるつもりです。よし、続けていきましょう。よいしょ、余計なやつは倒すつもりはないぞと。ズンで、しまった。ここで上だっけ。了解。でここはもうめんどくさいんで、ヘリをやっちゃいましょう。よっ、よいしょ。コーラルと共にある、うん、ドン。これで終わり。これで倒したいけど、ミスった。ズン、了解。ズン、怖いね。まあ大丈夫です、バトルログとかもう回収済みなんで。正直何やってるか分かんないかもしれませんが。さあメッセージは、お、一件ちょっと聞いてみるね。
オールマインドかな。戻ったか、621。戻りました。企業にとってルビコン解放戦線はコーラル調査領域を拡大するための障害となる。ルビコニアンから見ればお前の行いは侵略への加担と映るだろうが、それも仕事だ。どうなんだこれ、聞いたことあるような気もするんだけどな。で次、サクサクテスター AC ですね。まあこれは皆さんご存知のというね、序盤のね、お金稼ぎであったりね、まさに、テスター AC という先制状態でしたね。先制を撃破していきましょう。んでどうしようかな、ここは面白い機体で倒したいところではあるんだけど、まあ時間、こうやって選んでる時間の方がもったいないんだけどね。こういうのでやってもいいんだけどな、チェーンソー。まあいいや、そんなことじゃなくて、ランスで行ってみっかな。ランスと、逆に手こずるかもしんないけど、これ。OK。じゃあ、出撃でございます。相手は、ランスぶっ放しでスタッカー状態にして、まあ、アサルトアーマーを使いつつ、できれば、とっつき、パイルバンカーをぶつけていきたい。よいしょ。よっ、オッケー。一応右手が打ってランスで当たった。よいしょ、アサルト、あーまあ外したな。とっつきズン、オッケー。ランスがかなり優秀なんだよね。まあ正直テスター AC ぐらいだったらランスととっつきの切り替えでやれちゃうんだと思うんだけどね、余裕で。了解。さあ次あたりだっけ、多重ダムまだかな。条件が変わるところは多分難しいと思いますんで。なんか音が変わってる気がするな。こんな会話挟んだっけ。粉をかけて回っている。621の仕事が増えるなら歓迎だ。弱者には弱者の戦略がある。レッドガンとしては叩き潰すのみだがな。これだね、多分これで何か依頼というか提案持ちかけられるんじゃないかなと。ミッション中に、正直ミッション中に会話聞くのって難しいんだけどね。はい、あれはベイラム専属 AC 部隊レッドガンに届けられるものだったようだ。レッドガンはベイラムの主力、所属隊員の実力は折り紙付きだ。頭に入れておけ621。あれって本編にじゃあ出てきてたのかな、あの機体って。まあ私破壊したとはいえ誰かにまた新しいのを渡ってたか、一年戦争のアレックスみたいな感じで、本当はね、こうアムロに渡る予定だったけど、倒されてたみたいな扱いだから、本当に機体は渡んないで終わったのか、まあ、妄想は膨らみますが、普通にやっていきましょう。これだ、多重ダム。これ、いいのかな、もう多重ダム行っちゃって。まあ、この辺変わんないと思うんだけど、多重ダム行っちゃうね。ブリーフィング聞こう。ここでガンズ13になったんだっけ。ウォルターから話は聞いているな。では作戦内容を説明する。一時一句聞き漏らすな。今回ベイラムは解放戦線の治水拠点ガリア多重ダムを叩き潰すことを決定した。ライフラインの破壊により連中が泣いてわびる損害を与えるのが目的だ。我がレッドガン部隊からはガンズ4ボルタとガンズ5イグアス2名の役立たずが出撃する。役立たず、貴様はその下、うちの役立たずにつけられた矢
安いおまけだ。おまけである貴様には一昨日空きが出たラッキーナンバーコールサインガンズ13を貸与する。ありがとうございます。ガンズ13副長。ガンズ13副長したか。では準備を始めろ。愉快な遠足の始まりだ。ブリーフィング自体は変わってねえな多分。これどういう変化が起きるのか。じゃあまあと言ってもだな、アセンブル的にはここまでの期待が必要ないので、どれにしてみようかな。重量じゃな、まあこいつだな、こいつ安定なんだけど、よし OK。 じゃあこいつで行こうかしらと。あーでもそっか、敵を切り刻みたいんだよ。ちょっと構成変えた方がいいかな。いいか、二脚型で行きますかね。二脚型ロードしまして、ごめんね、アセンブルで、あーでも そっかそれだったら一緒だな、とっつき、まあいいやこれで出撃します。増えました。レッドガンの流儀を堪能してこい。了解。意外と好きなんだよガンズ13っていうこの肩書き気をつけてね、どこでこう分岐が発生するか。通常通りに進めちゃうとだから通常通りに終わっちゃうかもしれないんで、まあ、まず行くけど、はい、待って、ここで、あ、ミスったな。よっ、くらい。あれ倒せなかった？外した。関係ねえ、俺たちで終わらせればいい。これやるよ。あ、やれなかった。目標。OK。一気破壊だ。何もねえな今んとこまだ。お。お前のようなコッパは知らんだろうがな。はい。俺たちレッドガンは壁越えにアサインされている。壁越えね。やっちゃっていいのかな。よし、分岐しねえな。こっちにも敵いるんだよ。あら、あ、これ変わる。ここで多分、はい、何でしょう。やっていいのかい。報酬はベイラム提示の2倍。色良い返事を期待している。これ上に選択肢出ると思う。なるほど、ここはお前が決めろ。621 OK。 取引に応じる。独立傭兵レイブン、 OK。 協力に感謝しよう。やっていいんだね。621、解放戦線から友軍識別タグが交付された。つけますよ。もう敵になってるこれ。よっ、くれ。よっ、やってやりますよ。いで、待ってね。よっ、ドン。うう、そうだよ、遊びたくなっちゃったん。ズドン、ドン。こいつら回復するな。待って、回復、危ない危ない。よっ、分断しまえば楽なもんだね。よいしょ、いで、強い意外と強いじゃん。よいしょ、うよっよっ、回復、蹴る。うう、やべ、こいつにこんなに時間食っちゃってたらダメじゃん。よいしょ、よっ、なんだ結構強いんだけどやった、よいしょ、
もう来てたのこいつ。いて。よいしょ。よいしょ。OK。よいしょ。回復しとこ。あ、もう回復なかった。ということはこれだ。やば。ここでもうミスか。よっ。蹴る。くー、勝てー。やられる。これダメ。これだから野良犬が嫌いなんだよ。しまった。こんなとこでやられるとはな。了解です。これはやっぱ月光じゃなくてよかったな。ちょっと待ってね。アセンブルで。とっつきじゃないと削りきれん。ということで、とっつきにして、それにしてもやっぱ急に上がりますな。どうしよう、一回、まあ、一回チェックポイントからで。難易度ググッと上がった感じ。独立傭兵レイブン、協力に感謝しよう。これはタンクからやっちゃっていいんだよね。解放戦線から友軍識別タグが交付された。難しい時はここでやらなくていいのかもね。よいしょ。ズン。待ってね。よっ。よっ。オッケー。よいしょ、当たった。キック外した。うっ。うっ。いけ。遊びたくなっちゃった。蹴る。よいしょ。避けないで。とっつき。タイミング良くなかった。回復。いって。ここでやらねえ方がいいのかもしんねえ。ちょっと待って、一回逃げよう。こっち来い、こっち。次の戦場こっちね。よし、どっちが先に来ると思う？あいつ先か。じゃああいつ先にやっちまうか。よいしょ。よっ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 。待ってね。あくしんど。避けるね。回復。よいしょ。これここでやっちゃダメだ、やっぱり。待ってね。よっ。ううよいしょ。スタッカーに持っていけない。わかりました。もっと奥まで誘い込もう。実は奥に多分 AC だったと思うんだけど出てくるから強めの。いやー、あいつらと共闘するしかねえのかんじゃ。何発かぶち込んでか。か、実はこっちの奥に多分杖のいるんだよ。そっちでやってもいいんだな。あの今4脚見えたと思うんだけど、一回誘ってみるね。タンク型があれと相性がいいのか分かんないけど、まずこっちで遊んでからミスった。さあ一回行こうか。よいしょ、こっちだぞ。来ると思う？来てる来てる。よいしょ。かかってこい、かかってこい。行くよ。先になんか違うの来そうだな。この子がやられる前にここでタンク型を仕留めておきたい。行くぜー。あれ来ないね。引っかかっちゃってるのかな。来た。バカめが。バカめが。うん。当たってなかった今。待ってね。よっ。よいしょ。ふい。あれ、あの子ちゃんと撃ってる？うん。回復して。ナイス。蹴る。よいしょ。蹴る。よいしょ、とっつき。
よいしょ。あ、ごめんごめんごめん、邪魔しちゃった。あ、やられた。よっ、 OK、 ズン、外した。まだいる仲間。よいしょ。うっ、いで、もう一気来ちゃったか。ちょっと突き外した。じゃあ離脱する追っかけてこーい。いや困ったなこれ。あんなに硬い？これまでの敵より硬いね。ちょっとお時間かかっております。まあこの辺通るまでに、まあこの辺のやつらやられちゃうんだろうけど、ここに強いのがいるから、あいつかな、違うな、上から降りてきてくれんのかな、もしかしたら。いや時間かかるじゃん、ここだけで。来てくれれば助かるが、狙撃型もいるからね。さあ来ましたよ。ただそっか、2機来ちゃうのか。さっきのところでやっぱタンク倒せないときついよね。よし来たよ、みんな撃って。しまってね。よっよっ、綺麗に避けるわな。よいしょよいしょ、待ってね。よっ、 OK、 これで終われ。終わんない。よいしょ、調子に乗りやがって。いいね。よいしょ、おっ、ズン、わあやべえ、来たいで、回避して、う、回避、危ねえあれ降りてこねえな、あの強い AC 手伝ってくれないのかな。ちょっと待ってね。よいしょ、いたはずなんだけどな、強力なやもん。あれどこにいるんだ、それとももう戦ってくれてる。タンク型もやれそうだけど、来たなこいつ。待ってね、いて、よいしょ、とっつきだった。よっ、アサルトアーマーが当たる距離にいない。せめてこいつぐらいは倒しておきたい。よいしょ、外した。うっ、よしで倒したけど、隠したナンバーにやられたぞ。通学はできるか。よし、で待てよ。ここにまでいるよね。やべ、あと500 よし行くよ、ズン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 、蹴る、よいしょ。ちょっと早く、とっつきが間に合ったけど、で、よし、え、しまった、珍しい同士打ちを見せてしまった。いやー時間かかる。いやー参ったぜ。AP がもう倍近くあるから、このタンク、重量タンク型は。とはいえ敵の方に行くのも時間かかるんで結局合流されちゃうかもしれないんだけどね。よし待ってね。ドドーン、 OK で、よっ、あれアサルトアーム、あ違う、これアサルトアーマーじゃねえわ。ダーンダーン、
だだ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 だタンクの場合はもうちょっとここで決着本当つけるつもりじゃないと無理かもしんねえな。よし。で多分あの細いやつはもうリペアキット使い切ったと思うから、こいつね、多分こいつはやれるはず。待ってね。よっ、 OK。 うん、回復できないね。よっ、ダダ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 。これはタンクが最適解だったのかな。まあどのミッションでもそうだろうな。軽量タンクでもよかったかもな。来たね。じゃあ追っかけていって、ダーンダーン。よし、私もスタッカーにされるが、アサルト、じゃあ違う、これアサルトアーマーじゃなかった。よいしょ、よし、削っていこう。嫌だろう。ダダーン、ナイスブレード、よし、見て、ダーン、オッケー、復帰早え、オッケー、回復して、あれ、よいしょ、よいしょ、待ってね。おお、やってくれる。やられたか、あれ。でも倒せますね。痛い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 。オッケー。ガンズ4およびガンズ5、レッドガン2面の撃破を確認。終了でございます。ミシュン、機体の修理費は俺に回しておけ。ふざけた遠足にしてくれたな、ウォルター。授業料の分は差し引いておくぞ。これミシガン許してくれてんだ、倒したけど。まあ倒される方が悪いみたいな扱いかな。いやー強かった。じゃあちょっとチャプター1でもぐらいまで終わらせるか。新着メッセージ一件。はい、聞いてみましょう。イグアス、無事だったか。ラッキーパンチが当たっただけだ。てめえの実力じゃねえ。俺たちレッドガンは壁越えを果たす。せいぜい指をくわえて見ている。こいつらってあれだよね、壁越えの時越えられなくてやられてたんだよね多分。待ってね、一回じゃミッション見て、まあここぐらいまでクリアするか。で今、これね、あ、これが ALT ミッションって言われるやつか。 ALT って書いてあるね。いや超むずかった。 ALT ってじゃあこんだけむずいのね。わかりました。じゃあごめん、嘘だ、壁越えまでは終わらせましょう。チャプター切り替わるわけじゃないけど、まあ次回は戦闘ログ回収からやって、坊主第二交渉でウォッチポイント襲撃、ここクリアすると、ウォッチポイント襲撃クリアすると新しいアリーナが解放されるらしいんだよ。あ、でもその前にもしかしたら2周目の初のなんかミッション、確か捕虜救出みたいなの出るかもしれないけど、まあまあまあいいでしょう。じゃあもうちょっと進めますね。まあここはさっさかやっとこう。よし、この辺は変わりないんで、機体データで、どうしようかな、軽量機で行ってもいいんだけど、まあ、こいつでいいかな。よし、ロードして。OK、じゃあ出撃していきます。ちょっと時間かかるステージではあるんだけどね、ここも。
よいしょ。ミッション開始だ。行きまーす。まずは殺人の先に選ぶ捜査いくつかストライダーに接近しろ。ここの重要なのはさ、あのストライダーからの照射がある前に現地に到着することなんで、撃たれると厄介だから。よいしょ。アイボールが起動する前にね。まだ撃ってきてないよね。ある一定の距離まで続く、行っちゃうともう撃てないみたいなんで、まあそもそも射角っていうか取れないんだろうね。で問題はこの足をいかに早く撃破するかなんだが、うわこんな砂漠、ひどかったっけ、砂漠というか。ストライダーの懐に入ったようだな。はい、脚部を潰して動きを止めてやれ。了解。アイボールの照射をかいくぐるなんて。よいしょ。行く。ちょっと飛びすぎてる。よし、でキックして、やったかな、やったな。よし、そしたら倒れるぞなんだけど、一回上に飛んで、ぶっちゃけ倒れる前でも乗れちゃうので、ここ、はい、足場乗りました。これ先やっちゃうわ、ここよっ。サブジェネレーターの破壊を確認した。よっしょ、残りは3つだ。了解。飛んでここ撃って、ちょっと待ってね、残り2つ。上行きたいんだけど、上行けるかな。しまって、危ない。これ撃たれるね。よし、じゃあ行く。これを破壊して、しまって、危ない。いやー怖っこの下ねー、よっ、待って、撃って。 OK、 ここであと突っ込むのみ。撃つ。仕上げに入れ、確認位置。了解。待って、とっつきで。よし、危ねえよいしょ、やったかな。 OK だね。なんだというのだ、この AC は。危ねえ、撃たれる直前だったよ。離脱します。これの次壁越えになるのかな。さあ降りまして、行き場を失ったエネルギーが暴走している。暴走してますか。距離を取れ、621。この辺の絵がいいかも。ダーンって爆発しますんで、パッと見ケンプファーに見えるよね、私の機体ね。まあ色合いを寄せたんだけど。ダーン、アイボールぶったたいただけといえばだけなんだけどねあ、アイボールでいいんだっけ、あのビーム砲ね。設計が悪かったんだね。いやー、ここのステージ、あのすごい、要は大型ボスとの戦いっていう感じでワクワクしたよね、最初ね。さあ、メッセージあるかしら。会話がありますね。あなたですか、レイブンとかいう独立傭兵の代理人は。ベスパー第二隊長スネイル、指揮を得て光栄だ。壁越えに参画したいということでしたね。まったく、解放戦線の粗大ゴミを片付けた程度で何を勘違いしたのやら。打剣の飼い主ごときが厚かましいにも程がある。お断りです。今回も第一隊長が出ると聞いているが、
頼れる人材が他にないとは不幸なことだ。ほう、あなたの打鍵にフロイトの代わりが務まるとでも。打鍵かどうかは試してみればわかる。まあいいでしょう。今回はベスパー4も出ることですし、あれも調子に乗っているようだ。合わせてお手並み拝見としましょう。さあ、お手並み拝見というわけで壁越えやってきますか。ここの会話パートも変わんないかな、1周目と多分。まあ機体はそのままでいいので、ちょっとミサイルを背負っていこうと思います。独立傭兵レイブン、ストライダーの撃破お見事でした。はい、依頼を発行した私としても喜ばしい限りです。申し遅れました。私はアーキバスグループ傭兵機を担当、ベスパー8ペイターと申します。以後お見知りおきを。あれ、ペイターも戦ったんだっけどっかでもう忘れちゃってるね。じゃあミッション、壁越えやっていきましょう。まあ待ってね、ここもスキップしちゃっていいね。いや、ここも苦戦したんだけどね、最初ね。ここを垂直ミサイル12連にしとくと、あのジャガーノーツだけクソ楽になるんで。とはいえとっつきあるから、ただ待ってね、重量の兼ね合い大丈夫、 OK。 じゃあこれで行ってみたいと思います。ルビコ、問題は最初のなんだっけ、ガトリング砲台だっけを倒すとこなんだけど、そこに行くまでにね、戦闘モード結構叩かれたりするんで、敵の砲台から。よし、大事だ。まずは友軍アーキバス部隊の追加で行う。外区への進行を阻む。で、閉めてよ。ちょっと避けさせていただいて、めっちゃ食らった。で、ここが怖いとこで、よいしょ。よっ、まずこっち。よし、いで、当たっちゃった。これ当たっとめんどくさいんだけど、OK。じゃあ、いつものごとく、ここからスキャンして、垂直ミサイルなんでここからで当たるので、で上のやつ降りてくるなら、いいよ、 OK。 待ってね、もう一回スキャンして、えミサイル発射、12発もいらないんだけどね。よし、バイクの制圧は友軍 MT 部隊が行う。了解、いきます。撃つ、よいしょ、避けて、よっ。で、これやっちゃうね。これは弾もったいないので、とっつきやって、蹴って、とっつきで描く、ドンで、一応上もやっときます。ドン、ズドン、いくぜ、キック。さあ、ちょっとここからがまためんどくさいんだけど、 400MT ですね。多重ダムではお世話になりましたが、今回はちゃんと倒さないといけないので、あっちと、ちなみにだけど、これとこっち、こっちも撃っちゃったな。ということで、やるしかねえ。しまった、避けられちゃう。よっ、ザーン、一発ではやれないね。 OK、 終わり。で、上から行きます。よいしょ、まあ、あとはジャガーノートですね。そのまま突っ込んでいきます。この辺はやる必要がないので、ちょっと待ってね、よいしょ、よっ、上のやつだけやらないといけないね。
よいしょ。ベスパー部隊の番号付きか。だがここはベイブの周辺にリフトがある。しまった。スピード出しすぎた。まあ正直補給この先あるんですけど、取らなくても大丈夫なので、まあこの調子に乗った考えがやられることにつながるかもしれないんですけど、まあジャガーノートはね強化されてないんで、別に2周目だからって言ってね。到着。ありがとね。でもいらないです。さあ飛ばしますね。よジャガーノート、ズドン、ズドンで突撃、よいしょ、ダダダダダダダ、見せてくれる。さすがはウォルターの旅券。そうですよ。危ねえ。オッケーで突撃でミサイル発射。そろそろラスティがどっか行っちゃうと思う。よっ、 OK、 ゾーンでバーン。何でしょう。よっよっ、うん、悪いが、ここは君に任せるぞ。任せてください。あら失敗した。ズドン、うまく当たんない。よっ、 OK、 これで終わり。さあ壁越え成功ですね。バックステップ。了解。大丈夫だよ、戦友だからね。さあじゃあ今回は以上にしときますかね。 ALT ミッションの辛さも体感したので、まあ、次のミッションだけ確認して終わりましょう。メッセージあるかな。新着メッセージ一件。はい、共に戦った縁だ。一つ伝えておこう。何でしょう。壁越えでアーキバスは君を捨て駒にするつもりだった。はい。独立傭兵には梅雨払いだけさせ、私たちベスパー部隊で制圧する計画だったのさ。だが壁は落ちた。上の連中もルビコニアンたちもレイブンの名を強く記憶したことだろう。この私と同じようにね。ここでラスティもね、ある程度は目をつけてたんでしょうね。私にね、目を光らせている。はい。では、ミッション見て、これだ、捕虜救出。これが新しいやつですね。2周目になって初めて出るやつなので、まあ次回ですね。このボウズ第2交渉もめんどくさいんで、まあ次回に回したいと思います。はいはい。では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。またね。